トマス・コシアラ・リベルシは、ブラジル・サンパウロ州、ティエテ出身の男子プロテニス選手。ATP ランキング自己最高位は、シングルス21位、ダブルス70位。これまでに ATP ツアーでシングルス4勝、ダブルス1勝を挙げている。身長188センチメートル、体重80キログラム。左利き、バックハンドストロークは、両手打ち。 ベルッチの表記揺れも多い。2011年マドリードオープンベスト4。2013年全豪オープン男子ダブルスベスト8。セールスマンの父イルデバンドと会社経営者の母、マリア・レジーナの間に長男として生まれる。ジュニア時代は国際大会への出場は限定的で ITF ジュニアサーキットとグランドスラムジュニア部門にも。 ジュニア最後の年の2004年シーズンだけ参戦しているが、同年のバナナボールダブルスでベスト4の成績を収める等の活躍で、ITF ジュニアランク最高位15位を記録している。2005年にプロ転校。転校後しばらくは、株大会での下積みが続いたベルシであったが、2007年から株ツアーで結果を残すようになり、チャレンジャーツアーで二準優勝にベスト4。 フューチャーズ大会で一優勝を挙げ、シングルスランクを前シーズン年間ランクの583位から、年度末には199位まで急上昇させる。この活躍から同年9月には19歳で、デビスカップワールドグループプレイオフ、対オーストリア代表戦で、ブラジル代表に初選出。第1試合で、ユルゲン・メルツァーと対戦し、4から6、4から6、 4から6のストレートで敗れている。この年からツアーレベルに挑戦するようになり、シングルスでは2月のテルメクスバイオ戦を勝ち上がり、1回戦で当時世界ランク83位のベルナー・エシュアーを6から4、6から4のストレートで下し、ツアーシングルス並びにトップ100選手から初勝利を挙げる活躍で、第四シードのフアン・イグナッシオ・チェーラとの二回戦まで進出。 5月の全仏オープンでも予選を勝ち上がり、グランドスラム大会初出場。1回戦で当時世界ランク2位、第2シードのラファエル・ナダルと対戦した。本戦からの出場となったウィンブルドン選手権では、1回戦でイーゴリ・クニジンを7から6、7から6、3から6、6から2のスコアで下し、グランドスラムシングルス初勝利。2回戦では、 ライナーシュットラーと対戦したが、3時間42分に及ぶ熱戦の末6から3、3から6、1から6、7から6、6から8のフルセットで敗れた。8月には、ブラジル代表として、北京オリンピック男子シングルスに出場したが、1回戦で、スロバキアのドミニクフルバティに6から2、4から6、2から6のフルセットで敗退している。この年は、 ツアー株のチャレンジャー大会でも好成績を残し、4月から5月にかけての3大会連続優勝を含む、チャレンジャーツアーシングルス最多優勝対の4大会、優勝を記録、これらの活躍により、年度末ランクも前シーズン終了時の199位から90位まで、急上昇させ、以降ツアーレベルに定着するようになる。またこの年はダブルスでも好成績を残し、 同国のマルコス・ダニエルと主催者推薦で出場した2月のブラジルオープン1回戦で第3シードのマルティン・ガルシアオリバー・マラチグミを6から4、6から2のストレートで破る活躍で第1シードのマルセロ・メロ、アンドレ・サトの準々決勝まで進出チャレンジャーツアーでも1優勝3準優勝を記録したこの年はベルシにとってさらなる飛躍のシーズンとなり ノーシードで出場した2月のブラジルオープン1回戦で、第8シードのポティとスタラーチを6から3、6から4のストレートで破ると、その後も勝ち上がり自身初のツアー決勝進出を果たす。決勝では、第2シード、当時世界ランク19位のトミーロブレドに3から6、6から3、4から6のフルセットで惜敗するも、準優勝を果たした。5月からは、 前年のポイントを防衛できず一時的にトップ100から陥落したが予選からの出場となった7月のアリアンズスイスオープングシュタードでは2回戦で第1シードのスタニスラス・ワウリンカーを6から4、6から4のストレートで準々決勝では第5シードのニコラス・キーファーを3から6、1から0としたところでキーファーの途中棄権で準決勝では 第3シードのイーゴリアンドレーフを6から4、7から5のストレートで次々とシード選手を下し、2度目の決勝に進出。決勝では、ノーシードのアンドレアスベックを6から4、7から6のストレートで破り、ツアー初優勝を果たす。ブラジル選手のツアーシングルス優勝は2004年9月のデルレービーチ国際テニス選手権で優勝したリカルドメロ以来。 約4年11ヶ月振りの快挙であった。この年は10月のストックホルムオープンでも1回戦で、第7シードのアルベルト・モンタニエスを破る活躍で、ノーシードから準決勝まで進出、チャレンジャーツアーでもに優勝を上げる活躍で、年度末ランクも36位と、1年でトップ42、躍進した。全豪オープンは2回戦、アンディロギックに敗れたが、2月のチリオープンで決勝に、 進出し、不安モナコを6-2-0-6-6-4で破りツアー2勝目を挙げる。第24シードに選ばれた全仏オープンでは3回戦で、第14シードのイワン・リビキッチに7から6、6から2、6から4で勝利し初めて4大大会の4回戦に進出した。4回戦では優勝したラファエル・ナダルに2から6、5から7、4から6で破れた。 2010年7月26日付のランキングで自己最高の21位を記録した。前年優勝のチリオ,オープンでは準々決勝でファビオ・ホニーニに敗退した。ブラジルオープンではベスト8、アビエルとメキシコ・テルセルではベスト4に進出している。4月末からのマドリードオープンでは4回戦で当時、世界ランキング4位のアンリ・マリーを6から4、6から2で、 準々決勝で7位のトマーシュベルディハを7から6、6から3で破り始めて、マスターズ戦でベスト4に進出した。準決勝は優勝したノバク・ジョコビッチに6から4、4から6、1から6の逆転で敗れた。地元のブラジルオープンでベスト4に進出した。3月の BNP パリバオープンでは4回戦で、優勝したロジャー・フェデラーに6から3、3から6、 4から6の逆転で敗れた。7月のスイスオープングシュタードでは、2年半ぶりにツアー決勝に進出し、ヤンコティプサレビッチを67、64、62で破りツアー3勝目を挙げた。ロンドン五輪にも出場したが、シングルスでは1回戦で、フランスのジョーイル・ウィルフリード・ゾンガに76、46、46で、アンドレ・サと組んだダブルスでも1回戦で、アメリカのブライアン兄弟に67。 7、6、3から6で敗れた。9月のデビスカップ2012プレーオフではロシアを相手にシングルスで2勝を挙げ、ブラジルの10年ぶりワールドグループ復帰に貢献した。2015年5月、ジュネーブオープンで ATP ツアー3年ぶりの優勝。2016年は地元開催のリオゴリンのシングルスでは3回戦で、第8シードのダビド・ゴファンを7から6、6から4で勝利し、 ベスト8に進出。準々決勝で、ラファエル・ナダルに6から2、4から6、2から6で敗れた。ダブルスではアンドレ・サト組、1回戦で、第2シードのアンディ、ジェイミーのマリー兄弟に7から6、7から6で勝利した。2回戦で、フォニーに、セッピ組に敗れた。ベルッシ氏は2018年1月、ドーピング違反となり、 2017年9月から2018年1月末までの5ヶ月間、資格停止処分を受けている。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス。 Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。